モータルコンバットは、ミッドウェイゲームズが1992年に開発、発売した対戦型格闘ゲーム、及びそのシリーズの総称。日本においては、コンと略されることもある。米国での一作目は、ミッドウェイによるアーケード版が初出。日本では1993年に、アーケード版を、同年9月に、台東が、ライセンス販売。家庭用では、 アクレームジャパンより、モータルコンバットが、スーパーファミコン、メガドライブ、ゲームボーイ、ゲームギア用に移植されたものが初上陸となる。タイトルの、モータルコンバットは、本来英語では、モータルコンバットが正しい綴りだが、本シリーズにおいては、C が、頭文字の英単語は、戦闘の C を K に意図的に差し替えて表記する。1992年10月、 実写取り込みのキャラクターが登場する 2D 対戦型格闘ゲームとして初代モータルコンバットはリリースされた。同作においては対戦に敗れすでにグロッキー状態の相手を惨殺するとどめ専用の演出であるフェイタリティが取り入れられており賛否両論を呼んだ。その後もシリーズを重ねる中で様々な変遷を遂げてきた一方フェイタリティは 目玉要素として必ず取り入れられている。また、本シリーズは残虐格闘ゲームと呼ぶべきジャンルを形成、数多くのフォロワーが生まれた。第一作目はゲームボーイ、メガドライブ、メガ CD、ゲームギアなど、数多くのプラットフォームに移植されている。マーク2以降も、アミーガやセガマスターシステム、スーパー 32X、セガサターン、 LSI ゲームなど多くのプラットフォーム向けに移植された。ゲームのみならず、コミカライズやアニメ作品といったメディアミックス展開もなされ、後に映画版バイオハザードシリーズを手掛けているポール WS アンダーソン監督によって1995年に映画モータルコンバットが制作された。ムーによるレーティングは PG-13 であるため、 残虐なシーンは皆無に等しく、ヒロイック要素が強い作品に仕上がっている。続編のモータルコンバットにも制作されたが、監督のアンダーソンを、はじめ主要キャストが、ほぼ交代している。モータルコンバット、略称、MK、m k 通称、MK1。シリーズ第一作目。サブゼロのフェイタリティ、スパインリップは、 脊髄ごと首を引き抜くというショッキングな内容であり、あまりのインパクトの強さに、北米のみならず、日本のゲーマーからも注目を浴びた。本作の登場が、北米のレーティング審査機関である、エンターテインメントソフトウェアレーティング委員会設立の一翼を担ったとされている。2019年にはこの出来事やメディア展開を受け、 アメリカのストロング国立演劇博物館が主催するゲームの殿堂入りを果たした。SFC 版、SNS 版は流血表現が規制され、一部キャラクターのフェイタリティが変更されているが、MD 版、GG 版、メガ CD 版の残虐描写はアーケード版の内容を忠実に再現しており、アーケード版も設定により変更可能。なお、本作のみランキングが、 スコア形式となっている。2のアーケード筐体モータルコンバット2、略称、マーク2、またはアラビア数字表記の MK2。本作では新たに、ステージ内に設置されているギミックを利用して、とどめを刺す、ステージフェイタリティが導入された。発動手順は、フェイタリティに順じており、ザ・デッド・プールや、ピットなど一部のステージで専用コマンドを入力する、 ことで発動する。ダンスを踊る、相手にプレゼントを贈るなど一芸を見せることで、友好を示す、フレンドシップ、相手を赤子に変える、ベーバリティといった、残虐性のないユニークなフィニッシュムーブも追加されている。前作では一つのみだったフェイタリティが二つに増えている。ジャックスのフェイタリティ、アームリーップは、両腕を力任せにもぎ取るという荒行で、MK における。 サブゼロのスパインリップ同様に人権保護団体からやり玉に挙げられておりキャラクターのグラフィックが 3D ポリゴンに移行した MK4 までは封印されたという経緯を持つ。ジェネシス版のみ特定の条件下に限り相手を開発スタッフであるファーガス・マクガバンに変えるフィニッシュムーブファーガリティが導入されている。本作ではアッパーカットがヒットした際 稀にトースティーというボイスと共に画面右下から謎の男性が現れるという演出が取り入れられており次回作である MK3 にも引き継がれたこの男性はサウンド担当のダン・フォーデンであり日本語ワーシャの耳には登場する際のボイスがトッシーと聞こえることからトッシーまたはトッシーおじさんという通称で呼ばれることもある ジェネシス版では裏技を使うと、フォーデンの息子が描いた落書きに変化する。日本では本作まで、アクレームジャパンが各機種で販売していた。日本発売の SFC 版は、前作同様、表現に規制が加えられた。地の色が緑に変更され、フェイタリティ発動の際に、モノクロ画面に変化する演出が追加されたが、一部では、 白黒画面の方が生々しさが伝わると評判であった。ギガバイト版では一部のフェイタリティが変更され、人骨もカートゥーン風のグラフィックになっている。また、MK とカップリング移植したバージョンであるモータルコンバットモラルコンバット2がギガバイト向けに発売されている。MD 版は隠しコマンドを入力すると、アーケード版を ほぼ再現した残虐描写が解禁される。PS 版や同時移植の SS 版が存在するが、サウンド関係のバグ、コム線で投げが繰り出せないなどの不具合があり、流通量は少ない。モータルコンバット3、略称、MK3。人気キャラクターのスコーピオンを筆頭とする、色違い忍者及び汚。 ミレーナがオミットされており、シリーズの主要人物であるライデンとジョニー・ケージも登場しない。一方、新キャラクターとして近代兵器を体内に内蔵したサイバー忍者の登場、従来の魔界を中心とした世界観に加え、現代都市のステージが登場するなど、大胆な改定が行われている。ザ・サブウェイやスコーピオン、エスレアーなど、 一部のステージでアッパーカットをヒットさせると受け手が天井を突き破ってステージを移動する演出が追加されている。本作から MKG までの一人オモードはバトルプランの難易度を選択してから対戦がスタートする形式になっている。特定の順番でボタンを押すことで硬直をキャンセルしたコンボを繰り出せるチェーンコンボが実装。キャラごとに 性能の異なる複数のチェーンコンボが存在することからコンボゲームとしての側面が強まり戦略性が高まった。MK の段階ですでに確立されていたジャグルコンボの概念も正式に導入されている。これらのリニューアルに伴いコンボを決めた際にヒット数とコンボによるダメージ率が表示され、 スタミナゲージを消費することで素早く移動できるダッシュが可能になった。本作では動物や恐竜、架空の猛獣に変身して敵をほふり去るフィニッシュムーブ、アニマリティが追加された新たなシステムとして3ラウンド目にも連れ込んだ際にのみ発動でき相手の体力をわずかに回復してラウンドを再開するマーシーが導入されている。 ソニーコンピュータエンタテインメントより発売された PS 版はローカライズが施された唯一の作品で各種デモが爆人による日本語音声で読み上げられている北米では初期の PS 本体に本ソフトが付属していたアルティメットモータルコンバット3アンク3アップライト筐体アルティメットモータルコンバット3略称アンク m k 3のアップデート版であり 一度ミットされた、スコーピオンや北野などの旧作キャラの復活と、新キャラクターの拡充が施されている。以降数多くリリースされた3作目の移植作は、基本的に本作が対象となる。一部機種では、間髪入れずに打撃を繰り出し続けて、相手の肉体を破壊する、フィニッシュムーブ、ブルータリティが追加されており、発動するためには書 キャラクターごとに設定されている長いコマンドの入力を必要とする。海外では GBA 向けにモータルコンバットアドバンスというタイトルで移植されているが移植の精度は低く容赦ない AI を持つ NPC による非常に高い難易度や少ないボタン数などに起因する劣悪な操作性といった要素により海外のゲーム雑誌エレクトロニックゲーミングマウスリーでは例 10という低評価をつけられている。海外の DS 向けに発売されたアルティメットモータルコンバットは上の画面にコマンド表が常時表示されており、ワイヤレス通信による対戦、Nintendo Wi-Fi コネクションによるオンライン対戦をサポートしている。後術の MKD のおまけモードであるパズルコンバットも収録。移植版のうち、 iPad 版は2011年2月10日に日本でも配信されたモータルコンバットトリロジー略称 MKT 日本ではソフトバンクより PS 向けに発売 MK からアンクさ3のキャラクターを登場させた実写時代の MK の集大成的な作品基本的なシステムストーリーはアンクさ3を踏襲しているが ANK3 で 中途半端だった追加キャラクターのフェイタリティが修正されているなどの改善点がある。本作では攻撃がヒットないしガードされると画面下にアグレッサーの文字が少しずつ表示されゲージがいっぱいになると短時間だがスピードと攻撃力が上昇し移動の際に残像が描かれるゲージシステムアグレッサーが追加された。日本未発売の N64 版は 容量の関係で一部キャラクターがオミットされた代わりに、モタロウ、カメレオン、そして、シャオカーンのフェイタリティが追加された。PS 版のみ可能、ジャックス、クン、ラオ、ライデンの4名は、キャラクターセレクト画面にてコマンドを入力すると、旧作のグラフィックに変化する。モータルコンバット4、略称、MK4。現時点で最後のアーケード作品であり、家庭版は日本では、 本作以降発売されていない。本作より、キャラクターのグラフィックが、実写取り込みから、3D ポリゴンに移行した。1999年9月9日には、本作のマイナーチェンジ版にあたるドリームキャスト用ソフト、モータルコンバットゴールドが発売されており、バラカ、サイラックス、キタナ、クン、ラオ、ミレーナ、セクターの6名が追加されている。 開発期間が短期だったこともあり、本作は非常にバグが多い。発売から1ヶ月後、致命的なバグが修正され、ビジュアルメモリに対応したバージョン2.0がリリースされたが、不具合は完全には修正されていない。PS-N64、PC に移植されているほか、デジタルエクリプスが開発した 2D グラフィックの ゲームボーイカラー版が1998年12月12日に発売されている。エンディングはリアルタイムレンダリングだが PS 版および MKG ではプリレンダリング映像で再生される。本作では全キャラクターのチェーンコンボのモーションが統一され、コンボキャンセルから特殊技を繰り出すことが可能となっている。剣 メースなどのキャラクター固有の武器や緊急回避のアクションが追加されたほか、一部ステージの地面に対戦相手めがけて投擲可能内は生首が点在しており、戦略の幅が広がっている。フレンドシップやベイバリティなどのフィニッシュムーブが削除された一方、フェイタリティの多くは過去作のものを再現している。キャラクターセレクト画面にてコマンドを入力すると、 コスチュームが変化し、キャラクターによっては2種類用意されている。本作のみ、コンボのダメージが40%を超えると、お互いが吹き飛び強制的にコンボがキャンセルされる、システム、マキシマムダメージが追加された。これは、MK3 から MKT において、多数の大ダメージ、即死コンボが確立されたため、対策として導入されたものである。 隠し要素として外皮が溶けた状態のキャラクターを選択することが可能となっており、これが MKA に登場するミートの原型にもなっている。モータルコンバットデッドリー・アライアンス略称 MKDA シリーズ5作目。プラットフォームがプレイステーションに XBOX に移行し、グラフィックの質、解像度が飛躍的に向上。 本作を皮切りに、コンシューマーと、携帯型ゲーム機のみの展開となった。g b a 向けに一色版とマイナーチェンジ版である、モータルコンバット、トーナメントエディションが発売されており、一部キャラクターが差し替えられている。前作は、ポリゴンとはイエ D 格闘ゲームに準じたゲームシステムだったが、本作から MKA にかけて、 既存の 3D 格闘ゲームの流れを組んだものとなっており、ステージの奥行きを利用した軸移動が可能となっている。本作では、フェイタリティが各キャラクターごとに一つのみとなり、その他のフィニッシュムーブがすべて廃止されている反面、格闘スタイルと武器を使用して戦うシステムが搭載されており、戦闘中に自由にスタイルを切り替えて戦うことが可能となっている。 また、スタイルによって攻撃モーション、コンボが異なる。なお、斬撃系の武器を持つキャラクターは相手に突き刺す。ことによりラウンド中は武器を使用できなくなる代わりに、相手は、決着がつくまで体力が減少し続ける。MK 以来となるステージ間のミニゲーム、テストユア・マイトが復活しており、コインを消費して、コンセプトアートやキャラクター、コスチュームといった隠し要素を解禁する。 クリップト、各キャラクターの基本技やコンボを覚えていく、コンクエストなど、新規のモードが収録されている。日本での発売も予定されていたが、中止となった。モータルコンバット、デセプション、略称 MK、MKD シリーズ6作目。基本的なシステムは、前作、MKDA を、ほぼ踏襲している。 従来通り各キャラクターは2種類のフェイタリティを持つ。全員キャラクター共通のシステムとして、敵のコンボや発撃を強制的にキャンセルさせるブレーカーが導入されており、同システムは1ラウンドにつき3回まで使用できる。主人公を操作してストーリーを進行させるアドベンチャーゲームとしてリニューアルされたコンクエストキャラクターたちを駒になぞらえたチェスコンバット。 に等身にデフォルメーションされたキャラクターが登場する、落ち物ゲーム、パズルコンバットなど、おまけモードも充実。コンクエストでは、MKA、DA までのシリーズに登場する一部のキャラクターが、NPC として登場しており、話しかけると、コインを譲渡されたり、依頼を受ける、勝負を挑まれるなどのイベントが発生する。本作のみ、相手に2本先取りされた際に自決するコマンド。 腹切りが導入された。ステージフェイタリティ同様にオブジェクトを利用して敵を死に至らしめるデストラップが追加されており、こちらは通常のリングアウト扱いとなっているため、穴に落としたり特定のオブジェクトに叩きつけるだけで発動する。フェイタリティの発動手順に準じていないため、1ラウンド目から対戦相手をいきなり串刺しにしたりミンチにすることが可能だが、 次のラウンドでは何事もなかったかのように復活している。初回限定版にはアーケード版 MK の移植版が収録されており、2005年3月1日に北米にてシャオ、カーン、ゴローがプレイアブルキャラクターとして追加された GC 版が発売されている。また PSP 向けのアップデートバージョンであるモータルコンバットアンチェインド略称 MK U が2006年に発売され、同作は GC 版の追加キャラクターに加えてきたな、ジャックス、フロスト、ブレイズの4名が追加されている。モータルコンバット、アルマゲドン、略称、MK、A。プラットフォームは B、PS に。MK から MK、D までのキャラクターが相当登場しており、プレイアブルキャラクターは、総勢63人は、 ウィーバンのみ使用可能であり、後術のガイデン作品に登場するキャラクターは、サリーナを除き登場しない。ジャストガードを成功させると相手の攻撃を拳で、不正でのけぞらせる、バリーや空中コンボが新たに導入された。基本システムは、MK、D を踏襲しているが、各キャラクターの格闘スタイルは一つのみとなり、フェイタリティのシステムもコンボのように連続攻撃を、 加えていくことでとどめを刺す、クリエイトフェイタリティに変更されており、同システムは、最高で11段まで攻撃を加えられるが、1段、与えるごとに時間制限が短くなっていく。通常キャラクターと、巨大キャラクターとでは、打撃ととどめの順序が異なる。また、決定打を与えるまでの手数によって、フェイタリティの名称が変化するから、アルティメットフェイタリティまで、 今作のモードは TPS 視点のアクションゲームとしてリニューアルされたコンクエストの他にもパーツの組み合わせ、スタイル、武器、攻撃モーション、特殊技、基本技、性別、配色、ボイスなどを自由に設定してキャラクターを作成するクリエイト A ファイターに等身のキャラクターを操作するレーシングゲームモーターコンバットが新規に追加されている。 PS2 のみアーケード版、アンク3の移植版を収録した初回限定版が発売されている。モータルコンバット VS、DC ユニバース、略称、MKVS、ドクーン。モータルコンバットのキャラクターと、スーパーマン、バットマンなどで知られる、DC ユニバースによるクロスオーバー作品であり、XBOX360 と PS3 向けに発売された。 使用されたエンジンは、アンリアルエンジン3。プラットフォームは360、XBOX360、PS3。北米でのレーティングは、S 部、T に指定されており、グロテスクな演出は、かなり控えめになっている。モータルコンバットサイドのキャラクター及び、DC ユニバースのヴィランは、フェイタリティを使用する一方、バットマンなどのヒーローキャラクターは相手を殺めずに、 制裁を加えるフィニッシュムーブ、ヒロイックブルータリティを持つ。本作より、チャプターごとに使用キャラクターを切り替えながら一つの、ストーリーが進行する、ストーリーモードが実装された。なおシリーズの開発元であるミッドウェイ・ゲームスは2009年に、経営不振により倒産したため今作は、同社が開発、発売した最後のシリーズ作品となった。モータル・コンバット、通称、 MK9、MK2011 MK。2011年4月19日に、北米で発売された第9作目。正式なタイトルは、第1作目と、同様、モータルコンバットだが、区別のため、モータルコンバット9、モータルコンバット2011と表記されることが多い。今作からミッドウェイゲームスの権利を買収した。 ワーナーブローズインタラクティブエンターテイメントからの販売となり、開発は同社の参加グループのネザーレルムスタジオが担当している。プラットフォームは PS3、XBOX360、PS Vita ゲームエンジンは前作に引き続き、アンリアルエンジン3が使用されている。タイトルが示す通り、原点回帰をテーマとして開発された本作は、 シリーズを重ね様々な派生作品がリリースされたことによるエピソードや設定の反乱、矛盾を統一させ、初代から MKA までのストーリーを再構成している。MKT までのキャラクターが一部を除いて登場している反面、MK4 以降の追加キャラクターは、クアンチーとケンシー以外登場しない。実質的な新キャラクターも、 マーク2の開発段階で登場する案は用意されていたものの長らく採用されることのなかったスカーレットサブゼロがサイボーグ化したサイバーサブゼロの2名のみシステム面はこれまで続いた 3D 対戦型格闘ゲームの Z 軸移動を排した 3D グラフィックの 2D 座標対戦型格闘ゲームに回帰している本作で 初めて採用されたシステムの一つにスーパーメーターがあり特殊技の使用攻撃を受けるこちらの攻撃をガードさせることでゲージが蓄積されていくゲージが3セクションに分かれており1セクション消費で通常の特殊技を強化したエンハンスドアタック2セクション消費でブレーカーを発動 三セクション消費で超必殺技に相当する X-Ray を発動できる。X-Ray は、発撃がヒットすると、さながらレントゲン写真のように皮膚のみを透過して、内臓や骨を移し、相手の部位を破壊ないし損傷させて、大ダメージを与える技である。プレイヤーキャラクターのダメージ量は3から4割程度だが、ボスがこちらに与える、ダメージ量は五割ほどで、発撃が、 ガード不能な場合もある。逆にこちらが、ボスキャラクターに与える、ダメージ量は大幅に補正がかかる。一方で、シークレットフェイタリティ、ステージフェイタリティのほか、ベーバリティといった、過去作の要素も取り入れられている。衣装やフェイタリティ、追加キャラクターなどの各種ダウンロードコンテンツに、対応しており、エルム街の悪夢のフレディクルガー、PS3 版と PS ビータ版のみ、 ゴッド・オブ・ウォーのクレートスがゲストキャラクターとして配信されている。XBOX360 版では特定モードで XBOX Live のアバターが使用可能。オリジナルの発売から1年後、XBOX360、PS3、PS, PS Vita、PC 向けにリリースされた完全版、モータル・コンバット。 コンプリートエディションは既存の DLC があらかじめすべて収録された上でゲームモードやコスチュームが追加されている。ビデオ、ゲームアワーズ2011ではベスト格闘ゲーム、ベストファイティングゲームを受賞している。モータルコンバット X、略称、MKX。ワーナーブローズ、インタラクティブエンターテイメントが販売し、ネザーレルムスタジオが開発を担当した第10作目と、 呼ばれるが、アルファベットの X が正しい。プラットフォームは Windows、PlayStation4、Xbox One、Android 端末。当初は、PlayStation3 と Xbox 360でも発売される予定だったが延期の末に中止となった。エンジンは改良された、Unreal Engine 3を使用。前作、MK9 の終了から25年間に起こる出来事を描く。 ジョニー・ケージから圧倒的な格闘センスを受け継いだ娘であるキャシー・ケージやハードボイルドなガンマン風のエルロン・ブラックといった個性的な新キャラクターも追加されており、前作では名前のみ言及されていたボーライチョシノックといった MK4 以降のキャラクターも一部復活し、外伝作品 MKSF にのみ登場していた忍者、トレマーも参戦している。 前作同様、ゲストキャラクターが DLC として配信されており、プレデターより、プレデター、13日の金曜日より、ジェイソン・ボーヒーズ、悪魔の生贄より、レザーフェイス、エイリアンより、エイリアンが参戦している。本作では、同じくネザーレルムスタジオ開発の、インジャスティス、神々の激突に引き続き、ステージ内のオブジェクトやギミックを用いた移動や、 攻撃が可能となっており、例えば、スノーフォレストという森林のステージの場合、木の枝を折って相手に叩きつけることができる。また、フェイタリティも以前の作品と異なり、対戦相手が無残な姿になった状態をメインに映すという、より残虐さが増した演出となっている。サブゼロ、スコーピオンなど、初期の作品から登場している一部のキャラクターは、 実写取り込み時代のスパインリップ、トースティーなどのフェイタリティを再現した DLC が実装されている。ブルータリティの使用が一新されており、特定の条件を満たすことで、コマンド入力のプロセスを経ずにダイレクトにとどめを刺すシステムに変更された。新たな要素として、ネット対戦中コインに通信を切断すると、使用キャラクターが死亡して、敗北扱いとなるシステム。 クイタリティ。所属する組織のメンバーがとどめを刺す。ファクションキルが導入されている。本作から書く、キャラクターごとに3種類のバリエーションが追加されており、例えばスコーピオンの場合は、ヘルファイアー、忍術、インフェルノから選択できる。また、バリエーションによって、キャラクターの容姿が若干変化する。PS4 版。 Xbox One 版は2015年4月14日発売。iOS、Android 版はコンソール版と異なり、ゲームシステムはシンプルなものとなっており、日本においても配信されている。なお、モバイル版は2019年2月27日をもって、モータルコンバットへと解体されている。2016年1月、コンバットパック2を含む、 全 DLC を同梱した新パッケージ、モータルコンバット XL を発表し、PS4 と XBOX1 向けに同年3月1日発売。評価モータルコンバット11、略称 MK、MK11、MK4 以来のナンバリング表記となっている。2019年4月23日に、米国にて発売。対応プラットフォームは PS、PS4、XBOX1、 Nintendo Switch, Windows。キャラクターのカスタマイズ機能が搭載され、カラーリング、装備品、武器のデザイン、必殺技、戦闘前の登場演出など、あらゆる要素のカスタマイズが可能となっている。ゲージの仕様が変更されており、従来は技の強化や超必殺技の発動に用いていたのに、対し、本作では攻撃用と防御用の2本に分かれている。 前作までの要素のうち、ブルータリティ及びクイタリティなどは継承されている。一方、超必殺技、X レイの名称は、フェイタルブローへと変更され、体力が30%以下まで減少するという発動条件が設けられたほか、使用できる回数も1マッチにつき1回までに制限されている。マーシーやパリーといった過去作のシステムも一部復活しており、 ブルータリティはコマンド入力によって演出が変化する仕様が実装されている。2020年5月26日の無料アップデートにて MKT 以来となるフレンドシップが実装されており、ライデンのフレンドシップはウクライナのダンスグループであるライトバランスのパフォーマンスをモデルとしている。ストーリーは時を司る古代神、クロニカと彼女に立ち向かう流感や ライデ伝たちの壮絶な戦いを描いており、異なる時間軸の同一人物が登場する場面もある。今作では、バラカやカバルなどの前作には登場しなかったキャラクターや、MKQ にて初登場した、スカーレット、MKA 以来の参戦となるフロストと風神が復活している。また、本作におけるシャンツンを1995年実写映画版で、 同役を演じた、ケイリー・ヒロユキ・タガワが担当することも話題になった。後に、ライデン、ソニア、ジョニーの3名を同映画で演じた俳優を、モチーフとしたスキンも、DLC として配信されている。本作の予告編の音楽は、ベルギーの DJ ・ディミトリ・ベガスが担当しており、後にサブゼロの見た目や音声を彼のものに差し替えられる、スキンが、 購入者向け無料コンテンツとして配信された。本作の DLC ゲストキャラは、ターミネーターより T-800、バットマンより、ジョーカー、スポーン、ロボコップ、そして、ランボーより、ジョンランボーが参戦している。モータルコンバットミソロジーズ、サブゼロ、略称 MK、MKM、精霊誌。シリーズ初の外伝作品。主役は、サブゼロであり、系列は、 MK の大会開催より前となっている。ライデンの弟である、風神、クワンチートシノックはこの作品から登場した。なお、本作が実写取り込みを用いた最後の、モータルコンバットである。モータルコンバットスペシャルフォーセス、略称、MK、SF、ジャックスを主役に据えた作品。 MKM 精霊誌とは異なり TPS 視点のゲームとなっている。後に MKX に参戦するトレマーの初登場作品である。モータルコンバット少林モンクス。略称 MKSM 流感とクン訓練を主役とした TPS 視点のアクションアドベンチャーゲームストーリーは MK の大会後からマーク2のラストまでに習っているが一部に設定と 食い違う箇所があり、賛否両論となった。ストーリーモードでは、有効範囲内の敵を一網打尽にする、フィニッシュムーブ、マルタリティが導入された。ゲーム内の隠し要素として、条件を満たすことで、アーケード版、マーク2の完全移植版を遊ぶことができる。動作は、エルダー神が作った6つの世界を舞台としており、エルダー神はこれらの世界同士の争いを減らすために、 モータルコンバットという戦いを開いているという設定である。第一作、モータルコンバットでは、地球は一度敗北を喫しているという設定であり、地球側の戦士が負けた場合は滅亡するという設定である。同作の物語は、地球側の戦士が、チャンピオンのゴロを、並びに、大会の主催者であるシャンツンを打ち負かしたことにより、シャンツンが別の方法で、 地球征服を格索するという結末を迎える。また、参加者の中には、大会の趣旨に反して、他の世界の征服のために参加する者も,もいる。EN、モータルコンバット、デセプションにおいて、キャラクターの大半が、シャンツンと明快の妖術師、クアンチーによって殺されるが、続く。EN、モータルコンバット、アルマゲドンの時点では全員復活している。 米国で発売されたコミック版には液体化するサイバネティックニャーハイドロなどオリジナルキャラクターが多数登場する。コミック版を初出とするキャラクターのうちスカーレットが MK9 にも登場したことに加えサブゼロとスモークの友情関係などゲーム本編に継承されていった設定も多い。またアニメシリーズもコミック版をゲニアンとして制作されている。 舞台は、MK の500年前。主人公は、クンラオの先祖である。本シリーズは欧米において人気が高く、対戦格闘ゲームの大会エボリューションチャンピオンシップ、シリーズの競技種目に選ばれたり、ギネスブックにも様々な記録を残している。鉄拳シリーズのプロデューサーを務める原田勝弘は、独特の世界観や、シリーズ全体で、キャラクターやゲストがいたことが、 人気につながったと、電撃オンラインとのインタビューの中で推測している。一方、日本国内においては、一部のカルト的な人気にとどまっている。ライターの BJFOX は日本における本シリーズの知名度の低さについて、本シリーズにおける残酷表現をコメディだとした上で、日本の審査当局の切断表現に対する厳しい姿勢や、 すでに負けた相手を残酷な方法で死に至らせるシステムが日本人に受け入れられなかったためではないかと推測している。この他にも第一作における珍妙な世界観や操作性の悪さや出荷台数の少なさなどが日本における知名度の低さの理由として挙がっている。ありがとうございます。